ちなみにこの動画をご覧の皆様の中で、お金嫌いじゃない人、いいですね。お金できればちょっと多めに欲しい人、いいですね。なんか危ないセミナーみたいになってきた。そんな動画よく見るな、僕の中で。お金に対して僕自身もすごくこう、もともとブロックがあった人間なんですね。子供の頃から、こうね、10円玉、100円玉、500円玉触ると、手洗いなさいって、お金は汚いからっていうことで、いろんな人が触ったからバッチリもんだからって言われて、あ、そうか、お金触ったら手洗わなきゃって思ったりとか、やっぱりちょいちょい言葉の中で、親はきっと教育のつもりだったんでしょうけど、お金なんかいらんと。お金を追い求めたらいかんって、お金なんかいらんみたいなことを、こう言われたことがあったので、ああ、やっぱお金って、そう、求めちゃいけないもんなんだろうなっていうのはずっとあったんですね。だからある程度大きくなってからも、なんか自分が幸せになる自信はあったんだけど、お金とは言うほど縁はないのかもな、みたいなところがあって、なんかこう、変な人ですけど、それなりにね、サラリーマンで働いてた頃に、ちょっとこう貯金をしても、例えばこう、結婚したタイミングで、妻のお父さんが会社経営してたんですけど、ちょっとそれがこう倒産してしまって、えらいことになって、じゃあ、この貯めてた金額とかをちょっと、みたいな感じで、ああ、やっぱりなくなったとか、ね、会社を立ち上げた後も、なんかあっという間にこう、詐欺にあって、で、3、400万円こう、ドブに捨ててしまったとか、そんなこともよくあったもんですから、やっぱり俺ってなんかお金にあんま縁がないんだろうなって、正直思ってたところがあるんですね。で、あるそういう勉強会とかセミナーに出た時に、日本人はね、お金に対するブロックがすごく強い人が多いんです。先生ね、講師の先生が言ったときに、俺も確かにそうかもって、すごくこう自覚があったわけですよね。確かにブロックってあるよなぁと思って。でもね、そういう先生とかが、いいって、お金ケチケチしちゃダメだよ。ね、お金なんてただのエネルギーだから、人に喜んで使ってもらってたら必ず戻ってくるからね。本当かなと思いながら、そうは言っても俺はなぜ今こんなに年収がないんだろうみたいな、いう、そんな状態もあったわけですね。こう、講演家としてデビューした頃っていうのはもう年収200万もないみたいな状態で、本当にこう夜はイオンの中華料理屋とかでアルバイトしながら生計を立ててるみたいな、それで嫁さんと長男をなんとか食べさせてるみたいな、そんな時代も全然あったもんですから。まだ全然5、6年前の話ですけども。なので、本当に俺はお金に縁がないんだろうなと思いつつも、その先生が言ってたような、お金を人のために喜んで使ってみたらそうなるのかなとか、いろいろ頭の中でぐるぐるしてるときに、北原照久さん、ね、何でも鑑定団に出てらっしゃるブリキのおもちゃ博物館ですか、館長さんの北原照久さんが、なんかこんなことをおっしゃってて、いやー、僕はね、もうお金がたくさんあるんだよと。で、なんでこんなにお金持ちになれたかっていうと、僕はね、そのお金を使うときに、いつもね、こう、一枚一枚出しながら、丁寧に置きながら、お金くんありがとうね、今日も君のおかげで楽しい思いができたよ、また会おうね、また帰ってきてねって、コイン一枚でも置くときに、ずーっとそうやって使ってたら、なんかね、お金の巡りがいいんだよね、って、なんか気づいたらお金持ちになっちゃってたよね、っていう話をされてた、そうで、で、それを人から聞いたときに、そんな考え方があったのかと。うん。確かにお金を大事にしようという考え方は自分でもあったつもりだったんですけど、払うときには、ああ、またお金逃げてくとか、もう請求書今月むっちゃ高いやんとか、ああ、もうなんか携帯代だけでもう1万2000、1万5000ってどないやねんとか、先月通話しすぎたわとかね。まだそのかけ放題とかなかった時代だったんで、全然思ってましたね。いや、もう今月本当に電気代かかったなとか、冬はな、本当に電気ストーブ使うからすげえ電気代かかるんだよなとか、水なんか出しっぱなしにしてたから水道代がすげえ偉いことになってるとか、そういうことも、すごくこう、自分の中で気にしてたし、だからもう電気消さなきゃ、もう電気がつけっぱなしにしたとイラっとくるみたいな、本当にこうお金に対してギス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 してた自分いたなと思って。で、その北原さんの話にこう出会ってから、本当にこう、お金をまず感謝して使うようになったんですね。ありがとうね、お金と思って。それとまあ、きっと僕の思い込みもあるのかもしれないですけど、なんかお金の巡りがいいと。なんかこう仕事の依頼が急にこうどんどん入ってきたりとか、なんか変わってきたなって時に。またね、僕の尊敬してるその、王社長って方が言ってくださったんですよ。ね、その、ケチしちゃダメよって言ってた先生とかが、神社とか大事にしてるって言われて、おう、
神社とかよくお参りしますけど、そうって言ってね、やっぱりその神社とかはさ、その地域とかをこう守ってくださってるわけだから、感謝のお金とかいくら入れてるって言われて、まさか1000円5000円じゃないよねって言われて、いや、1000円とか、100円とかで、うん、その、別に考え方だからいいんだけど、要は津田くんはね、この自分の成功とかをこう応援してくれてる神様がもし本当にいるんだとしたら、100円でいいと思うとか言われて、不思議なこと言われて、100円だと少ないかもしれないですよね、とか言って、ねえ、だからそれ相応の額を出した方がいいよみたいなこと言われて、マジかと思いながら、全然お金がなかった頃にでも、こう感謝の思い出出さなきゃいけないと思って、とりあえず大社長に言われたからと思って、もう泣く泣くですよね。泣く泣くでも笑顔で感謝しながら、一番高いお金を入れてみてるとか、そういうことをなんかこう大切にでもするようになってから、本当になんかこう巡りが良くなったっていう体感は本当にありますね。あの頃から何かが変わった。お金に対するブロックがあった頃は、全然こう寄ってこなかったと、お金が。追い求めても追い求めても、なんかこう、あまり寄ってこなかったという体感。でもお金を大切にするようになってから、なぜかお金が僕の方に寄ってくるみたいなね。いうのはすごくこう、あって。なんでね、なんかこう、それは今でも大切にしてますね。今お金に対するブロックがすごく外れたなと思います。だから本当にこうね、みんなが喜ぶように、いっぱい使ってもらったらいいと思うし、で、みんなが喜んでくれたらこんなに嬉しいことないですし、するとなんか不思議なことにまたこう巡ってくるみたいな。なんかね、日本人こう、本当にこうブロックが強いって言われるんですね。世界でも日本人ぐらいこう寄付しない民族は少ないって言われてるぐらい。だからアメリカが確か寄付額が年間平均26万円されるんですって。特に日本人は年間平均2400円しか寄付をしないという。うん、本当にもうコンビニで100円たまに入れる。100円すらもほとんど入れないみたいなね。そういう人がすごく多くて、26万と2400円ってえらい違いだ。108倍ぐらい違うんですけど、えらい違いだなと思うんですけど、ね、日本人って本当にその寄付とかをしない文化が根付いてると思う。確かによく言われてて、うん、なんかね、思いやりはいっぱいあるんだけど、うん、世界が尊敬するぐらい思いやりはいっぱいあって、震災とか困ったことがあったら、みんながこうやってこう助け合ってお金出したりしてくれるんだけど、長続きしないっていうね。うん、なんか永続的にこうちゃんと寄付をしてるっていう人とか、困ってる人のためにこう使ってもらうみたいな、そういうのって確かに少ないのかもなと。確かにこう文化の違いもあって、日本人はこの農耕民族ですから、ね、要は、ね、狩猟民族だったら、自分の実力次第で獲物を捕らえてきて、それでご飯が食べれるからいいんですけど、農耕民族っていうのはね、準備をして一生懸命育てても、なんか嵐が来たり、ね、飢饉が起こったりすると、今年食べるものがないっていう、そういうことがあるから、ね、貯めておかなきゃ何があるかわからないからっていう、そういう文化はまあ確かにちょっと理解はできるかなとは思うんですけれども。ね、でもやっぱりお金ってね、こう、みんながダイナミックに回したら、ちゃんとこう不況なんかあっという間にこう解決してしまうわけであって、ね、特に困っている人のためにね、喜んで使ってもらうと、ね、お金ってエネルギーなんで、なんかこう不思議なことにまた戻ってきやすくなる。みたいなのはね、王先生、王社長が教えてくれたように、確かにあるなぁとも私自身も思いますし、実は私ネパールとアフリカと、アフリカ数カ国と、こう、里子の子供たちも、何人かいるんですね。で、里親っていうのももうかれこれ、こう、15年ぐらいやってるんですけど、ね、で、支援してた男の子が、最初3歳ぐらいだったのがね、もうどんどんこう、なんか成人みたいになってきてとか、ね、たまにお手紙くれたりとか、そんなこう、交流とかもするんですけど、一時期自分の収入が、本当にこう、嫁さん子供抱えて200万もなくて、ボロボロだった頃に、一度だけ妻にですね、いや、妻と二人でやってたんですけど、言ったことがあるんですね。ずっとじゃないけど、一時的に、ちょっと里親ストップするって、さすがに家計苦しいしさ、どうだろうって言ったら、うちの妻がね、それだけはやめちゃいけないんだと。私たちが食べなかったとしても、そこだけはやめちゃいけないって、珍しくね、強い口調で言ってくれて、ああ、そうだよなって、じゃあやっぱ俺、その分も稼げるぐらいもっと頑張るわって言って、あれ一回きりの会話だったんですけど、あの時にね、やっぱりその妻は
すごいなと思いましたよね。どんなに困ってても、もっと困ってる人がいると。で、私たちがね、切り詰めたり、ちょっと稼いでくることによって、本当にこう、誰かの命がちょっとでも助かるんだったら、それでいいんじゃないかな、って言って。うん、で、そこをやっぱ信じてくれたんですよね。大丈夫よ、もう、ひろちゃんだったら絶対稼いでくれるからって、ああ、頑張ります、みたいな感じで。ずっとこう信じてくれたのも大きかったんですけど、で、ちょうどこの前もそんな話をしてて、あの時にやめなくてよかったよね、って。やっぱり困ってる時こそもっと困ってる人のためにちょっとでも使わせてもらったなんかこうねその積み重ねがなんかこう今あるのかなとも少しこう思ったりもしますしなんでねなんかこう日本人がもっとこうお金に対するブロックが外れて、なんか困ってる人のために使ってもらったりとかもっと喜んでもらうことのためにちょっと使ってよって言ってねなんか気軽にこう出していけるようなそんな文化がなんか根付いていくとね、結果としてお金のブロックが外れてエネルギーであるお金が自分のところに巡ってくるみたいな。うん。なんかこうね、たらいの水で例えられたことがあるんです。たらいにこう水が張ってありますと。ね、で、こう、お水を引き寄せようとすると。要はお水がお金だとして、自分のところに引き寄せようとするほどこのね、たらいの水ってこう逃げてくるんだと。自分の手元から。これがお金だよと。はぁ、って。だからね、たらい、向こうに向かって、どん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 ってこうやって上げていくと自分のとこにお水返ってくるだろう。うん。こういうことなんだよってまさに王社長から教えていただいて。すげえそうでね。そうか、たらいの水と同じなんだみたいな。結局ね、エネルギーだからっていうことを。ずっとその方はね、もうこの方はもうあんまり表に出てこない大経営者ですけれども、そう、そういうことも教えていただいたので、やっぱりまあ、なんかそんな文化、根付かせていって、みんなで豊かになりましょうっていう、そういうことが言いたかったんですけど、ね、お金に対するブロックが、恐怖があるときは、なかなか寄ってこないこともあるので、お金ってええもんやな、大好きやな、大事に使おうって、みんなに喜んで使ってもらおうって、なんかみんなが、ちょっとずつ本当にこのね、お札とかコインも大事に使うようになって、別にビットコインでもいいんですけど、なんかこう大事に使えるようになったら、またこうね、なんか巡りも良くなってくのかなっていう、これはもう全然、何の科学的根拠もない、これ私の主観ですけども、体験なんですけども、私自身はすごくそういうの感じてるし、私の周りにいる方も、そういうこと大事にするんだってから、ヒロさんなんか仕事の依頼が増えたんですけどとかね、本当にそういう方は生徒さんだけどもいらっしゃるので、やっぱりこれあるだろうなと思ってるんで、そんなことも大切にしてみたらどうかな、思った次第です。これからも応援してます。